はい、こんにちは。遊戯王デッキ対戦やっていきたいと思います。今回ですね、マギストス60枚シャドールバーサス、相手がなんだ、ユニオンですね。イグナイトユニオン。さあ、まずはサンドリオン。マギストスサンドリオンを通常召喚しましたが、デッキからマギストス魔法トラップカードを対して、手札に加える効果に対してハルウララを発動して、それに対して何もできないので、カードを1枚捨ててターンエンドですね。さあ、いつの世も融合を持ってこれるカードというのは貴重です。シャドウホールにおいては本当何よりも重要。マスターデュエルではね、ほとんどの場合、召喚獣、つまりアレイスターをね、採用することがほとんどですけれども。さあ、まずは、あれは A ユニオンかな。ABC のうちの A ですね。攻撃力1900のアタッカー。で、マギストスサンドリオン。攻撃してターンエンドですが、芝刈り打ってきたところにハルウララを叩きつける。右のプレイヤー、だいぶ態度が悪い。多分トップやったんやろな。まあトップじゃなかったらさっきうらら打ってた時代でね。いやーざまーでしたし。おあれは多分石津、じゃティアラメンズのカードだな。ティアラメンズのカードで。打てねえよっていうことなんでしょうね。はい、で、アルテミスにヘッジホックを召喚してアルテミスに変化してカード1枚セエンド。そして返しのターン。あれは、ですね、イリュージョンオブカオスか。イリュージョンオブカオスの効果でデッキからマジシャンソウルズを手札に加えて、イリュージョンオブカオスをデッキトップに。で、マジシャンソウルズの効果でイリュージョンオブカオスをデッキから墓地に送って特殊召喚ですね。そしてイグナイトの効果。発動時にどうするかですね。まずはモンスターの発動時。あ、イグナイトの魔法ドラップ発動時にシャドウルークを発動。フィールド上のアルテミスと墓地のヘッジホックを除外することによって、ネフィリムを特殊召喚で、その効果によりネフィリムを墓地、ネフィリムが光属性なので相手フィールド上の光属性モンスターを墓地に送ります。そして、ネフィリムの効果、デッキからシャドルカード1枚墓地に送ります。リザードを墓地に送り、さらにリザードの効果、追加効果によってデッキからさらにシャドルカードを墓地に送ります。この莫大なアドバンテージ、ルークと噛み合いすぎなんですよね。ネフィリムがもうリザードを経由することによってほぼ確実に次のターンを打てることになりますからね。シャドルが黙ってドラゴンを墓地に送って、ドラゴンの効果、魔法トラップカードを破壊する効果ですね。で、イグナイトを破壊し、そしてマジシャンソウルズの効果、セットしたメタルフォーズコンビネーションかな、あれを墓地に送って1枚ドロー。そして墓地に送られたメタルフォーズトラップの効果、このカードが墓地に送られた時デッキから、イグナイトカードを手札に加えます。メタルフォーズカードか、イグナイトじゃないね、メタルフォーズじゃない、すいません、通常モンスターだからちょっと間違っちゃって申し訳ない。メタルフォーズも懐かしいな、昔組んでました自分も。召喚師のスキルとかがね、必須カードだったんですよね。高かったんですよ、あの時召喚師のスキルが。なぜかあの時代が懐かしいぜ。さあ、ペンデュラムをすることができる。あー、なんだ、多分スケールが揃わなかったな。お、ドローフェイズドローして、マギストスサンドリオンを通常召喚で効果、デッキから魔法トラップカードですね、マギストス魔法トラップカードを手札に加えます。あれは聖なる法典、魔法使い族を融合素材として使う、限定融合魔法ですね。魔法使い族さえ融合素材に使っていれば何でもいいです。出すのはね、別に機械族でもサイバース族でもいいです。さあ、シャドウルークの効果で再び2枚目のネフィリムを特殊召喚。そしてネフィリムの効果、デッキからカードを墓地に送ります。シャドウルカードを墓地に送る。これがね、ほんと莫大なアドバンテージなんですよね。毎ターン使えるっていう、シャドウルとほんと噛み合ってるというか、シャドウル自身がね、これ待ってたっていう効果なんですよね。多分ね、後半の除去効果はそこまで言うほど考えてなかったと思うんですよ。ああ、除外融合魔法来ないかなみたいなこと考えてたんですけど、まさか永続トラップで来てくれるとは思ってなかったんでしょうね。当時出た時すごい驚いたもん。マジでこれ強すぎねって。案の定強すぎたというね。ストラクだけではまあちょっと難しかった気分ありますよね、シャドウルは。で、まあ、純だけでも厳しいから、こういう風にまあ召喚獣とかマギストスとかと混ぜたりとか、あるいはヒーローとかね、恐竜とかと混ぜたりする。さあ、ヘッジホックを送りビーストをサーチ、そして2体でリンク召喚クロシープ。まあ墓地回収できる魔法トラップがないので、手札のまあマギストスは打てますね。まあビーストは魔法使い族なので、
あれはすいません、墓地に送ったのはウェンディーかな、ウェンディーですね、ウェンディーとビーストで、アプカローネを特殊召喚、そしてクロシープの効果で特殊召喚リザード、そしてウェンディーの効果で特殊から特殊召喚、あれはエリアルですね。そしてビーストの効果でワンドローを、でネフィリムをどうするかなんですが、まあネフィリムはそうですね、まあダイレクトアタックができないので、そして3体でダイレクトアタック、アクセスが多分入ってないのかなって感じですね。まあアクセス入ってたらリーサルは確定だったんですけれども、さあアプカローネととクロシープで特殊召喚、ダルクを特殊召喚して、そしてアプカローネの効果で、ダルクの効果、闇ダルクの効果で相手のマジシャンソウルズを手札に加えます。特殊召喚。まあまあ、ちょっとこれ前後してますけどね。はい。この処理後ですね。アプカローネの効果処理後ですね。で、マジシャンソウルズの効果、ティアラメンツの、さっきのトラップカードと、サーチしてきたインカネーションを捨てて2枚ドロー。そしてインカネーションの効果。ネフィリムを除外して特殊召喚し、エリアルをリバースで、エリアルリバース効果で、ネフィリムを特殊召喚し、そのまま効果ですね。うまい流れですけども、もう大体ルークとか持ってるからあまり意味ない気はするけど、回収もどうせできませんしね。まあ、こっから先アクセスが入ってないことは分かってますから、有効があるならともかく。墓地にまあ例えばシャドウ、エルシャドールとかが落ちててルーツで拾うって言うんだったら全然いいんですけども。もう落とすもんがほぼないっていう。効果使いましたもんね。ヘッジホッグも使ったよね。確か。ルーツで拾うこともできないし。まあ、シャドルフュージョン。まあ、いらないから墓地に送っとくと。で、カード1枚捨てターンエンド。ダルク自身がどうなるかですね。これはね。あー、これは厳しい。やっぱり最初動けないとやっぱりユニオンは厳しいですね。ミドラーシもきつい。一戦目はシャドール側の勝利です。さあ、二戦目再チェン後ですね。はい。そう、お、バオバブーン。懐かしい懐かしい。そうそう、入れてた入れてた。ねえ、メタルフォーゼでね、そう、破壊してね、デッキからね、バーバブーン持ってくるっていうね、やってましたね。いやー、懐かしいなこれ。昔だと神竜マスターピーとかアドバンス召喚するのに使ったりとか、まあモンスター揃えられますからね。破壊で相性いいってなると、そうなんですよ。ドラゴニック D で破壊したりとかね。そうそうそう。やってた、やってた。あー、懐かしい、うん。海外だとなんかこれめちゃめちゃリアリティ高いんでしたっけ？なんかそんな、そうだった記憶があるな。まあ、海外自体はドローするカードにものすごくリアリティ高くするっていうあれがあるから、そこら辺も踏まえてるのかもしれないけど。さあ、カードを、マリガン、マリガンですが、ここからですね。しかしペンデュラムはいいとしても、これだと出ないんですよね。カードがバーバブーンだけだとやはり、まあ、ペンデュラムモンスターじゃないからエレクトラムとか出せないし、あー一番寄せたねと、やはり厳しいか。お、マスマティシャン召喚効果、自分のデッキからレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚、あ、特殊召喚じゃないよ、墓地に送ります。レベル4だったら何でもいいので、まあ、シャドウールだったらシャドウールでもいいですし、他だとそうですね、まあ、今だとね、スクラップリサイクルになってるかもしれないけど、オルフェゴールとかにも入ってましたね。さあ、ヘッジホックを墓地に送り、デッキからウェンディを手札に加えます。で、そのまま、マスマティシャンで攻撃と。で、バトルフェーズ中にエルシャドールフュージョンを発動。手札のウェンディかな？ウェンディとリザードかな？あれはちょっと見えない。アプカローネを特殊召喚。アプカローネ効果で、セッ、
あれはメタルフォースデモンスターですね。あ、で、ドラゴンか。で、ドラゴンで伏せカードの不明カードを破壊しようとしましたが、墓の指名者と。で、ウェンディを除外して墓の指名者で無効。で、バトルフェーズ中なので、アップカローネでそのまま攻撃と。で、メイン2、マスマチシャンを墓地に送り、アルテミスに変換。そして、アルテミスとアップカローネで、リンク召喚、リンク2ですね。闇ダルク。で、アップカローネの効果に、あーっと、うまい。これはうまいですね。マスマチシャンに打たないで、アップカローネにまで待つというのは。これは、シャドールを分かってないとできない動きです。さあ、あれコンビネーションかな。そして、そのまま破壊。まあ、コンビネーションが確かどういう効果だっけな。いまいち分かってないんだよな。いや、昔は分かってたんだけど。なんか、モンスターがいるときだっけ。なんか、モンスターが特殊召喚された時にもう一体出すみたいな感じでしたっけ？うん？墓地に送られた効果は知ってるんですけども。あ、メタルフォースの効果で、あれですね、トラップカードを破壊してデッキから、メタルフォースフュージョンかな？をセットし、そして墓地に送られたトラップの効果によりデッキからメタルフォースを手を抜かれると。そしてペンデュラム召喚2体。で、2体でまたリンク召喚ですね。エレクトラムかな。で、エレクトラムの効果、自分のデッキからですね。さあ、ハリファイバーと、ね、アナコンタがね、禁止になった今、次に禁止になるのは、この子なのではないかと。でも、エレクトラムはでもそこまでね、めちゃめちゃってわけでもないからな。ペンデュラムただでさえ不遇ですし、禁止にまではならないとは思うけど。危ないのはむしろユニオンキャリアとか、イゾルデとかですかね。さあ、そしてエレクトラの効果によりデッキからアストログラムマジシャンをデッキのね、エクストラデッキに加えて、そのままですね、効果の一連の処理ですね。いや、これが強いよな、このコンボ。こんだけ持ってきて、デーセスされるわけだし。さあ、アストログラフマジシャンで闇ダルクを攻撃して破壊、戦闘破壊。そして闇ダルクの効果、このカードが破壊された時にデッキから攻撃力1500ポイント以下でしたっけの闇属性モンスターを手札に加えます。お、シェイレーンですね。ようやくティアラメンツ要素が出てきたか。そしてエレクトラムでダイレクトアタック1800。そしてメタルフォーゼフュージョンの発動、アストログラフマジシャンと手札のメタルフォーゼかな。そして特殊召喚、あれは墓地のメタルフォーゼカードをデッキに戻して相手フィールド上のカードをバウンスする効果ですかね、を手札に戻すと。でメタルフォーゼフュージョンの効果で、うわー、ディリクロー、これは痛い。これは痛い。あー、回収ができない。ドローと回収ができない。これは痛いな。デッキから持ってくる魔法トラップが減っちゃいますからね。おーっと、トップドローシャドルフュージョン？強くない？強くないですか？手札にはシェイレーンもあるから、ワンショット、リーサルは無理でも、夫人をなんとかすることはできそうですけど。この夫人をね。リザードとあれは、マギストスですね。サンドリアン。で、ネフィリムとリザードの効果ですね。それぞれ墓地に送ります。DD クローは最近めちゃめちゃ流行ってますからね。いや、ほんと流行ってますよ。スプライトとかにも一応刺さるから、まああとエルドリッチとかにもね、相手ターン中で打てるというので、まあ墓穴の指名者に押されがちですけれども、やはり相手ターンに打てるというのはそれだけで十分強いかなって感じはしますよね。さあ、レイのハートを手札から召喚して、そのまま効果、自分のデッキから墓地に送ります。あれはハフニスかな。で、ハフニスの効果、3体をデッキに戻して、で、カレイドハートを特殊召喚。で、カレイドハートの効果、フィールド上に特殊召喚された時、自分相手のデッキ、相手のフィールド上のモンスターをデッキに戻すんでしたっけ？っていうね、デッキに戻すか。
で、メタローゼ融合体をデッキに戻します。まあ、バウンス効果でも一緒ですけどね、融合モンスターとかは。で、リザードを召喚。バトルフェイズ、カレイドハートで攻撃。で、ネフィリムで攻撃2800。で、1800。残り2200ですが、エルシャドールフュージョンでミドラッシュ出して、ジャストキルですね。はい。お疲れ様でした。やはり、ABC は厳しいものがありますね。シャドール相手だと。ミドラッシュがやっぱり辛すぎるな。お疲れ様でした。